1年前のことから聞きたいんですけども、大井さんが最強位を先に取ったって感じだったと思うんですけど、その時瀬戸熊さんはどういうふうに思ってたんですか？まあ純粋に嬉しかったですね。で、まあ、あとはやっぱ強いなって思って、それでまあいつも大井さんって僕のちょっと1歩もか2歩目標でいてくれるんで、連盟時代もそうですし、他のタイトル戦もそうですし、日本シリーズとかも勝ったりしたり、 M リーグでも MVP 取ったり、 RTD でも勝ったりして、常に僕の一歩先を行ってるんで、その背中を追いかけることができることが僕の目標、いつもモチベーションだったんで、あ、最強位も取ったんだ、じゃあ俺も頑張って最強位取ろうってなったんで、純粋に嬉しかったです。あの時の決勝は大井さんも応援してたんですか？もちろん常に僕のいない決勝は応援してるし、僕が、決勝一緒に戦った時はこいつだけには負けねえって感じではいつもやってます。どうですか大井さん、そういうの聞くと。いやでも同じような感覚ですよ。やっぱり長年ずっと一緒にやってきてて、で今はやっぱりこう麻雀界をね、まあ、綺麗事で言うと麻雀界を一緒に盛り上げたいっていう気持ちは瀬戸熊とは持ってるし、綺麗事じゃないところでやっぱりなんて言うんだろうな、瀬戸熊の悪口を僕が言うのはいいんですけど、僕以外のやつが言うと腹立つんですよ。瀬戸熊弱いだの、瀬戸熊下手だの、誰かが言ってると、じゃあお前勝負してみろっていう感じで腹立つっていうかね。で僕のいないところで瀬戸熊が負けると逆に瀬戸熊に腹立つ、お前どんなところで負けてんじゃねえよと。だから勝ったら嬉しいし、彼が方位とか十段位とか取るたびに僕は嬉しいし、やっぱモチベーション、力に変わるよね、やっぱり。うん、変わる。だから今刺激し合うライバルってそんなもんなんじゃないの、いつの時代っていうか、いつの競技、どんな競技も。うん、1年間大井さんが、まあ、最強位として、はい、まあ、あと M リーグでも、まあ、盛り上げやってるなって感じを見てて、うん、瀬戸熊さんはこの1年間、まあ、最強戦の予選は一つ男子プロ戦であったり、はい、いろいろとありましたけども、どういう感じで過ごしてたんですか？いや、やっぱりね、日々進化してるの分かるんですよね。 M リーグもそうだし最強戦もそうなんだけど、まあ、ちょっと半年見ない間にすごいまた勉強してんなって思って、なんかすごい年々進化してるのが分かるんで、まあ、自分もやらなきゃって思いますね。うん、戦術一つとってもあまり語らないけれども、例えば解説してていつもよく聞いてるんですけど、わざとおちゃらけて言うんですよね、自分で新しく見つけたその麻雀のファイリーについては。だからそういうのにヒントが隠されてるんで、そこをひけらかさないのが逆にすごいなと思いますね。ここはこうやって読むんだよって自分のチャンネルとかでやってる時はもう当たり前に浸透してることを言ってるんだけど、本当に隠したいところは M リーグの解説なんかでおちゃらけて言ってるのがらしいなと思います。だから常にチェックはしてますね。決勝戦ですけども、はい、まあ、勝ち上がって、はい、まあ、同卓したいとはそれぞれ思ってたかっていうのを教えてください。まず1戦目の、はいはい、僕は最初抽選会の時に決勝でやりたいなって思いは強かったんですけど、ただ最初本当に戦いたかったんで、最初選ぶもありかなとちょっとは思ってたんですよ。だけどまあ自分が頑張れば決勝は大井は上がってくると思ってたんで、じゃあやっぱり予選は別にしようと思って別を選んで、それでまあね、なんとか自分が勝ち上がったんで、このままいけば決勝で当たれるかなとは思ってましたけど。大井さんは宅組について何か思いました？宅組に関してはもう 100% 満足してて、自分はもう絶対決勝戦でやろうと、同じように僕が頑張って決勝まで行けば瀬戸熊は必ず残ってくると思ってて、メンバーの中で16人バーッと見て、もうあ、これ決勝俺と瀬戸熊だなって思ってたんですよね。それ100年に一度のことが起きちゃったんですよ。はい、あそこのメンバーで僕が負けるは100年に1回しかないんですけど、起きちゃったんですね。びっくりしました。はい、先に瀬戸熊さんが打って勝ったじゃないですか。勝ちました、勝ちました、まあ、初日通過、瀬戸ちゃんと小杉ちゃんがいい勝ち方したんですよ。内容も良くて、はい、だからもうなんていうか運量とかそんなの関係なしに自分の状態が100点満点中20あれば勝てると思ってたんですよ。もうどんなについてなくても勝つと思ってたんですよ。
はい、びっくりしました。2でしたね。100点満点中。はい、びっくりしました。分量で言って岡崎さんがすごかったです。岡崎さんはもう今プロ連盟のね結構注目株だし、いろんな人からね彼は将来楽しみだっていう話を聞いてるんで、はい、僕はああいう時って2位通過だなと思ってたんで最初から、うん、はい、岡崎さんか徳井さんがうわっといくと思ってたんですよ。もうそれも想定内でした、はい、僕はピークを決勝戦に持っていこうと思ってて、はい、12日にピークを持っていくことを決めてたんで、はい、あそこはもう普通のさらっと2着を取って、はい、行こうと思ってました。瀬戸さん見てましたか？はい、見てました。どこで見てたんですか？いえ、もう僕1試合目だったんで自宅に帰り着いてじっくり見てました。どんな気持ちで？いや、めちゃくちゃ応援してましたよ。あのそれでペンチーピン対決の時は本当に応援してました、うん、何やってんだよ早く積もっちゃえって思ってました、うん、それでなぜそこまで応援したかっていうと、今大会ってまあ、その見る人によってやっぱり M リーガーが強くあってほしいって大会でもあるわけじゃないですか、うん、そういう世間の目って最近増えてきたんで、そこで残ってたのが僕と大井さんだけだったんで、まあ、そんな中で最も注目されてるのはやっぱ大井高春だったわけですよ。 でその大井高春が敗れてしまった場合は、僕になんかその注目が来ちゃう可能性があるなと思って、僕自身はリーグ戦も不調だったし、最近まあ残ったタイトル戦で一番自信のないタイトル戦ではあったんですね、最強戦が。そんな中で注目とかプレッシャーとは無縁で無欲でやりたかったんで、まあ大井さんが残ってないと本当に僕的には精神的にもきつい状況になるんで、頼むから残ってくれって思ってます。友情とかじゃなくて、まず自分がプレッシャーがきついなっていう。いや、そうじゃなくて、プレッシャーがきついじゃなくて、今回はそのプレッシャーを一身に背負って戦うことができるのは大井高春しかいないと思ってたんで、残らなきゃダメでしょって思ってました。こっちは取るつもりだし最強になりたいって気持ちはあるんだけども、でもやっぱりそこは大井高春って人間が残ってることによって成り立つストーリーだったんで、うん、ちょっと僕の感じてるパターンと違うパターンになっていくのは読めてなんで、そこは、うん、絶対残ってくれと思ってました。本当にそれがまさかの敗退、まあそうですね、家で見てて、はい、まあなんていうのかな、まあ、これで、まあ、多分なんかその大井さんの不安は、じゃあ瀬戸君頑張れとか瀬戸君なんとかしろみたいになっていくのかなってちょっと思ってて、それがすごい、もうそれまで僕あんまり最強戦のファイナル迎えても楽しもうとか一生懸命やろうぐらいしか考えてなくて、その勝ちたいとか勝てるとか本当思ってなかったんで、まあそこがちょっと方向性違ったんですごい緊張が増幅して、うん、ちょっと眠れなくなりました、その日は。大井さん負けてその夜はどう過ごしてた？いや、本当にね、結構ちょっとね綺麗事に聞こえちゃあれなんですけど、友達が苦しんでる姿っていう感じでずっと思ってたんですよ。で、瀬戸くまって、まあ、ライデンって M リーグで決勝戦味わってないし、瀬戸くま自身もなんかこう自分が納得いく麻雀打ててないし、でリーグ戦で瀬戸くまが僕は高級する姿っていうのをね、その想像してなかったんで、麻雀プロ人生で彼と出会って二十何年になりますけど、そこを想定してなかったんですよね。で、まあ何て言うんだろう、一つのきっかけになるなと思ってたんですよ、この最強戦が。僕と打つことなのか、あるいは優勝することなのか、何かで瀬戸熊がきっかけをつかんで、このあと M リーグもリーグ戦も頑張っていくっていう瀬戸熊のもう一つのストーリー、二つ目のストーリーがこれから始まるんだなって、今絶不調なんで、でそこに大井高春きっかけで復活してほしいなって思いがあったんですよね。別に僕にやられるでもいいんですよ、何か僕と麻雀を打つことで違うものが見えて刺激になって、で復活していくストーリーっていうのを僕は瀬戸熊にしてあげたかったんで、そういう意味ですごくショックでしたね。あとはやっぱりたくさんのファンが1万5千票も入って80何パーも大井が勝つって言ってくれて、で自分がお世話になってる最強戦だったり
あのアベマだったりにね恩返しできなかったのはきつかったし、最初に僕がやっぱり若気の至りでプロ連盟を辞めて、それでまああちこちに試合に出なくなって、で復活大分ガールが麻雀界に戻ってきたのはやっぱり最強戦だし、瀬戸熊だし金本さんだし、うん、そのきっかけがこの舞台だったんだよね。だからここでもう一つ、うん、ドラマを作ることで、うん、最強戦に恩返ししたかったんで、うん、そこは結構ねきつかったね、負けたことがきつかったね、うん、だけど終わってみたらね、結局人生つながっていく、ドラマつながっていくで、うちらの麻雀はこれからもつながっていくんで、彼がまあいい意味でバトンタッチになってね、どっちが2つ目の最強位になれね、最強戦優勝2回目の最強位になれるのか、また今から並んだんで競争かな、もう始まってるよね。2日目の最中、大井さん YouTube 配信されてたじゃないですか、うん、あれはどういう気持ちで配信してたんですか。瀬戸熊のことを 100% 応援しちゃうんですよ、見ちゃうと。で家にいるとでどんどん自分のことを責めたくなっちゃうし、でも 100% 瀬戸熊のことを応援することが、その他の選手もねいっぱいたくさんいたんでね、ましてや梢ちゃんなんてさ、デビューの時に僕と瀬戸熊が梢ちゃんをデビューさせたようなもんだから、そういうん、どういうデビューの仕方だったんですか。宮内梢ちゃんが女優さんやってて、で女優さんがプロ雀士になるっていう番組の企画があって、そこでとあるプロデューサーの方がいてね、そういう仕掛け人がいて、で僕が梢ちゃんに麻雀プロなめんなと、うん、タレント女優が簡単になれるもんじゃねえんだっつって泣かせて、瀬戸熊が優しく教えるっていう2人のね、うん、飴とムチの師匠がいて、でそういう番組があって、まあ梢ちゃんそこからねすごい努力して、もう今じゃ女流のトップになったんだけど、その時はやっぱりね芸能人が麻雀をやってちょっと下手だとうわーって悪口言われる時代だったのさ、女の子たちね、二階堂さんたちも下手だなって言われる時代だったの。それがやっぱ我慢して我慢して頑張ってきたから梢ちゃんがね、だから梢ちゃんにも優勝してほしかったんだよ。だけどやっぱり瀬戸熊のことを応援しちゃうから、だからもうふざけようと思ったね、あの日は何もかも忘れて。でもダメだった、やっぱりずっと瀬戸熊の麻雀というか最強戦全部見たよ、配信中ずっとよそ見してずっと見せて流してたからうちで、うん、複雑な思いだったね、そこにいない自分も嫌だし、うん、そう、それがうん、複雑な思いでした。予選まず瀬戸熊さんがギリギリ川原さんとの接戦で勝った時は嬉しかったんですか。嬉しいっていうか当たり前というか、負けるわけないだろうって思ってたし、うん、まあ筋書き通りだなって思ってました、うん、決勝戦なんですけども、まあ、その教え子みたいな宮内さんがバーッと来て優勝するんじゃないかなみたいな雰囲気になったと思うんですけども、まあちょっとね他の2人もねちょっとね別に嫌いとかじゃないので言いにくいんですけど、優勝はどっちかだと思ってたんですよ最初から。はい、僕がなんかおめでとうっつって握手して、うん、俺も少しは M なんだ最強戦のことを盛り上げてきたけど、今度は俺と一緒に盛り上げようなっていうのは2人だと思ってたんでどっちかだと思ってました。ほぼ宮内さんじゃないかな。はっきり言っていいですか、決まったなって思いました。なんかウーピン刺さって、あ終わったなって思いました。もういろんな僕ずっと麻雀をこれから見てきて、解説とかもプレイヤーとしても見てきて、負けるパターンになったんですよ。そのなんて優勝からほど遠くなっちゃった大悟さんが、本来まっすぐ行けば瀬戸熊への数万報酬なのに、その打たずに1万2000打ってくれずに梢ちゃんに26打つっていうリーボー込みで打っちゃうっていうのは、これもう負けるパターンなんですよ、うん、大悟さんに罪はないですよ。大悟さんは目的のために自分が勝つために勘をして
たまたま4万が止まっちゃったんですけど、はい、まあ、もうこれは終わったなっていう瞬間でしたね、あれは、はい、瀬戸君さんオーラスどういう気持ちで迎えたんですか？オーラスですか、まああのね、26打ってすぐ10リーダーをして、うん、まあ一応ね、まあ破熱も圏内入ってないのは分かってたんですけど、一応再確認して一応、ね、再確認して、まあ、絶望的な1万9000点差になってて、倍積もかって思って、まあただ一ノ瀬さんのラスオヤに宮内さんが飛び込む可能性もあるんで、まあ諦めずに条件だけは作ろうと思ってましたけど、ただまあまあ終わったなって感じはしましたけどね。あと観覧案だと上がれてたんで、あ、うん、なんで観覧案取らなかったかなってちょっとだけ後悔して、まあ、ただその次の曲のハイパイ見てもバイマン作ることだけに専念しましたけど、いやあれ関数マンするわ、うん、さすがに、平場も、まあ、ドラフト1だったんですけど、はい、まあ、伊豆の市さんが先制して上がり、はい、そうですね、2差しと一通の天秤にかけて、しかもただ倍前にするにはピンフォームをつけなきゃいけないんで、ウーワンスーワンの順番で来なきゃいけなくて、相当難易度高いなと思って、だけどまあ条件は追うけど、これ打ったら打ったでまた終わるんで、うん、まあちょっと微妙なラインでやってましたけど、うん、ただ早々倍前のね、あのリャンシャン店とかにはなかなかならないんで、うん、ある程度行ってましたけど、結構でもさ、うん、あの将棋とかでもよくね、うん、形作りっていう言葉があって、うん、もう負け濃厚だ負け濃厚だって諦めてるわけじゃないんだけど、うん、やっぱ形は作らなきゃなっていう、うん、最後のフィニッシュまでの形はあって、麻雀プロも結構それ結構大事で、倍満は倍満なんてもう無理じゃない、ぶっちゃけ、うん、だけどせめてイーシャンテンテンパイぐらいまで持っていきたいっていう気持ちはあるよ ね、 そうですね、うん、見てる人が退屈しないっていうか、あとはやっぱり大井宝が負けたんで、まあ、僕は大井宝打倒で来たんで、もうその本人がいない以上やっぱ最強取るしかないと思ってたんで、まあ、そこはなんていうの、変な意味でなんか執着してたっていうか、うん、可能性があるうちは諦めてはいけないとは思ってましたけど、心のどっかで2日目も大井さんのこと考えてますか？いや考えてましたし、最後のインタビューでも言ったんですけど、本当に僕大井さんの番組をラジオ代わりにたまに見ることがあって、本当ラジオ代わりですよ、そのがっつりは見ないですけど、ラジオ代わりにしてる時があって、その時になんか視聴者の方が、まあ、瀬戸君は弱えみたいな話になった時に、大井さんがそのユーザーに対して瀬戸君が本気出したらこんなもんじゃないよって何気ない一言言ったんですよ。それが僕の心に刺さって、そう思ってもらってるうちになんとか復活して、また、本心からお前はライバルだって言ってもらえるぐらいにならなきゃいけないなと思ってたんで、はい、そういった意味ではリーグ戦も落ちたし M リーグも調子悪かったんで、最強を取ることだけがなんかその僕の存在価値を示す場所だったんで、ラストチャンスぐらいの気持ちでやってましたけど、最強戦って結構ね、こんな言葉を言って今の時代の人が共感するか分からんけど、本当にラストチャンスのぐらいの気持ちでやってるやつしか取ってないんだよね、ここ何年ってね、うん、意外とあるんだよねそれね。俺ももうね、これ決勝この前前回ね、ここで優勝しなかったらしばらくねえなと思ったもんね。あと10年はねえかもしれない、だからイコール引退かもなって本当にラストチャンスだと思ってた。僕は近藤さんに大井さんが負けた時解説してたんですよ、うんうん、あの時に、うん、もう多分大井さん最強位に縁がないかもなって思ったぐらいの、うんうん、自分で切っちゃったからな、結構負け方して、うん、だけどそっから取ったからすげえなと思って、うん、しかも大井さんの場合って安藤さんとの縁もあって、うん、視聴覚の安藤さんが、うん、死んでも取りたい、命と引き換えにしても取りたいって言った最強戦を取ったことでまたストーリー性生まれたんで、うん、そこになんかその再びファイナルのファイナルに乗ったことはすごいなと思ったし、うん、まあそれで、まあ僕も宮下さんにウーピン打った瞬間にいや遠のいたと思いましたけど、うん、まあまあもう一回ぐらいチャンスは来るかなと思って、いや大したもんだよな、うん、あれな、うん、本当に頑張りましたけど、あそこは小杖ちゃんも強かったもん、よくパーピン4枚目をまず持ってきて、いやいやあれ俺がよく持ってきてないんですよ、
大井さんがもらっただけ、3枚だけだから本人の実力、4枚目は僕は、あの大井たがるが4枚目のパーピンと裏ドラ乗せてくれたらしいんで、そうそうそう、はい、もういいんですよ、将来も見えてるからいいんですよ、そうなるんですよ裏ドラもね、関した、はい、表示牌の裏でした、ね、そうですね、はい、感想でおかげなんですよ渡したんですよ僕、大井さん配信止まっちゃいましたもんね、止まった、やっぱまあ、でもあんな風になるとは思ってたよ、うん、まず、まあなんだ照れ隠しですよ、僕があんな配信してるのは、はい、ゲームをしてたのは照れ隠しで、実はね同時配信みたいなのはしようと最初から思ってましたよ、はい、コメント欄にねポケモンポケモンって書いてある、そうそうそうボケて、うん、いろいろねゲームをやりながらじゃないとまともに見れないと思ってたんで、うん、いやだけどやっぱ感動したね、いいし、いい、僕はさ、やっぱり麻雀、ここどこまで使えるか分かんないけど、僕はね、やっぱり M リーグ見てても、リーグ戦見てても、瀬戸熊元気ねえなっていう思いがあって、で、M リーグに関してはもう3年間ずっと思ってて、瀬戸熊って僕と違って、あんまり自分の顔をグワッて出すタイプじゃないし、過去の俺の実績知ってんのかお前らっていうタイプじゃないんで、僕が代わりに言うんだけど、だから、瀬戸熊の実績を持って、あるいは瀬戸熊の麻雀の強さを、なんていうか、周りに気を使って 100% 出せてないっていう、暴君に慣れてないっていう気持ちが今でもあるからさ、うん、なんかこうチームのこともメンバーのことも会社のこともいろいろと気は使うだろうけど、もっと暴れちまえよって、うん、別にいいじゃねえか、面白くなくたってお前の麻雀はって思ってるのね、ライデンの麻雀はさ面白いかもしれんけど、出せてないですか自分、なんていうんですかね、僕ってやっぱり大井たかるとやるときはやっぱいい麻雀打とうとするんですよね、うん、だからやっぱきっかけは常に大井たかるに求めようとしてて、しかもまあもっと最強戦の最後で出したような力とかモチベーションとか全部ぶつけてやらなきゃいけないと思ってるんで、そういった意味ではね本当気持ちを思い出させてくれたっていうか、この2日間は本当にいい刺激になったし、うん、麻雀ってこうやって打つんだったなって思い出しました、はい、うん、あんまり余計なこと考えずにね、本当にその勝つことだけとか、うん、勝利のためだけに打敗することがこんな、まあ、打敗シーンを生むんだなってことを思い出したんで、まあ、次につながるきっかけにはなったかなと思って、すごい最強戦に感謝するし大分カールに感謝してます、そこは。そもそもお二人は連名で、どっちが先に入ってどういう出会いだったんですか。普通に僕が先に入って、瀬戸熊の方が一つ年上で、ちょっと年僕が入って先にね、で2年ぐらいで、関係性としては別にそんなねプライベートで遊ぶってわけじゃないんだけど、やっぱりさこう淘汰されていくわけだよ、同い年ぐらいの人たちがみんな夢持って地元じゃ負け知らずのやつが集まって、麻雀バカが集まって、でも弱いから負ける、続けられないからやめていくって、みんなこうやっていなきゃなきゃで、残るやつ、ふるいにかけられて残るやつっていうのは喋んなくても同志っていうかになっていくわけだよ、どん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 ね。やっぱり瀬戸熊が何かに活躍するとやっぱこっちも刺激受けるしっていう感じで、ちょっとずつ俺の方が先にタイトル取ったりリーグが上がったりっていう感じなんだけど、ああ瀬戸熊がすぐこう追いついてくる感じでいたかな、ずっと、うん、僕が知った時はもう2人とも A リーグで大井決定戦を戦ってたんだけど、あの時は正直辻田さんが勝ったんだけど、俺と瀬戸熊がどっちか勝たなきゃいけないって思ってた。やっぱりこれからの時代、うちらの世代がよくお笑い界で第7世代とか言うんだけど、小島先生たちの世代がまずあってさ、で今で言うと誠さんの世代があってさ、で次に土田さんの世代があってさ、うちらは第4世代みたいなもんなんだわ。で今じゃもう第10世代ぐらいまであってさ、でうちらの世代がこれから麻雀界を盛り上げていかなきゃいけないと僕はあの時から思ってたから、僕や瀬戸熊でね、うん、うわっと。で第5世代が滝沢久人たちなんだけど、僕らの世代があそこで頑張んないと麻雀界終わると思ってた、うん、そういう意味で刺激お互いにしてたよ、うん、ここからから大井さんが連盟を抜けて、はい、瀬戸熊さんはそこからどういうふうな
気持ちで大井さんを見てたんですか？いや、やっぱ寂しかったし、大分カールには残っててほしかったんで、まあ、結構ね残るようには引き止めたりいろいろしたんですけど、やっぱりちょっとね、その時代の流れによってたまたま分かってしまったんですけど、でもまあいつも見てましたし、で僕が方位取った時に、やっぱ周りからは言われるわけですよ、方位いなくなったからねみたいな。あそれきついな。そう何回取っても言われるわけですよ、大井河野阿部いなくなったからねってそれでまあただ3回目取った時に大井君からメールが来たんです。当時ねメールが来て、今度は俺が追いつく番だって初めてなんかその今度は俺が追いかけるみたいなことを言われたんですよね。その時になんかやっと認められたなって感じがして、メールもないんですけど、ずっと下に見てたもんな俺が。そうそうそうでもまあなんかその一言でまた頑張る。まあたまにそのなんかちょっとまあ長年こういう勝ったり負けたりの世界にいるんで、やっぱ疲弊してる時にたまに本当もらう一言が励みになって、それでなんか最強戦復活した時に、最初の対決は僕勝ったんですけど、勝ったんですけどでも結局最強位は先に取られてみたいな感じで、まあその度にやっぱ強いなと思うんで、そういった意味では本当に僕の麻雀人生のモチベーションではありますよね、覚えてるよ結構最初に俺が復活して最強戦出た時に、オーラスめっちゃ積もられて、覚えてる覚えてる、金本さんの好きそうなマッチングしてくるなと思ってました。2人とも決勝行ったのがすごい、まずすごかったなと思って、優勝もう勝ったなって思ったんだけどね俺もね。いや本当になんかすごい2人の歴史は長いし、はい、実際にその舞台にちゃんと2人も応えてくるのがすごいなと思って、まあだからなんか幸せな2人だよ。でも結構環境周りが、だってさ僕らの時にさ今さこうやって最強戦がさ盛り上がって、アベマが盛り上がって、 M リーが盛り上がってるわけじゃん。で俺らより先輩でさ、例えば荒さんとか安藤さんとかさライバルはあったじゃん、それで小島さんと灘さんもライバルであってさ、で僕らはさいろんな人に見てもらうさチャンスが多いからさ恵まれてるよね、本当に恵まれてる、そこはやっぱ僕らの、まあ、瀬戸君も努力してるし僕も努力して今まで第一線でやってきたけど、それ以上にやっぱ感謝しなきゃいけないことはたくさんあるよね。本当幸せだよね。だってこれ見てもらえない世界でやってたんだよこういうやり取りを。かつていたんだよね、うちらの先輩でさ、沢崎さんとかでギリギリ間に合ったって感じだもんな、だから本当に今回も最強戦ね盛り上げた一人のとしてはやっぱ大分カールがいるわけで、外に対して発信するわけじゃないですか。それでまあ僕が最強様おはようございますって挨拶もそうすることによって盛り上がるし、すごいタイトルなんだって認知されていくからっていう、やっぱその外部に向けての発信を若い時からやってくれてたんで、まあ僕はそういった意味ではそういうのあんま得意じゃないんで。本当だ、なんか侍みたいだもんな、麻雀だけみたいなさ。僕はお笑いもやりたいからさ、麻雀でね。いやだから器用だと思いますよ、あんだけね長時間自分の配信もして麻雀の勉強もしてるんだから、すげえ男だと思いますよそこは。いや一回さ、一回その連盟をさ辞めてさ仕事がない時にさ、やっぱいろいろ勉強してさ、でもう一回俺ものし上がれと思ってたからさ、瀬戸熊がこうテレビ出てさ打ってる時にさ、俺はそこで復活いつかした時に弱かったら、なんかなんていうかな、逆にこう見捨てられちゃうじゃないけどさ、で瀬戸熊が方位取った時に、3回取った時に、今度は俺が追いかけるからねって言って見とけよって思ってたの。それでその時にめちゃくちゃ勉強して、正直ね、一回その麻雀機構だのなんだのでさ、一回プロ辞めちゃって3年間ぐらい空白あったじゃん、であの時に腕が鈍ってっかもしれないと思ってたの。で腕が鈍った時に喋りで行こうと思って、これは真面目に冗談抜きで喋りでいつか瀬戸熊の麻雀を解説し、言葉悪いけどしてやろうっていうか、麻雀を盛り上げるために俺の方が瀬戸熊の麻雀をよく知ってると思ったの。テレビ見て瀬戸熊が麻雀打って解説者がいい解説者いっぱいいるんだけど、俺の方が詳しいと思った。そこで頑張ろうと思った、喋りに関しては。麻雀も頑張ったけど
もうちょっと瀬戸熊のことを理解しろよお前らよって先輩たちに思ってた解説者に、うん、あいつがそういうつもりでそれ切ってんじゃねえんだよっていうのは世間に伝えたかった。うん、麻雀の腕は全然衰えてないどころか分かんない、その腕って分かんないよね、うん、でも僕ね久しぶりにやった時に思ったのは、あのラス目とトップ目に入った時は僕らってやることそんな変わんないんですよ、はいはい、トップ目で回す時は、はい、でもラス目に入った時のバリエーションがすごい増えてたんですよ、うん、わざと愚形でね即り打ったりちょっと本一に寄せたり、本当そのバリエーションが劣勢を跳ね返すバリエーションとして有効なことをもう僕も知ってるんだけどあんま使えないんですけど、それをフル回転で使ってきてた見た時に相当勉強してるなって思いました、うん、あのラスに入った時にラス抜けとか逆転するための手法を誰よりも知ってるし、それを誰よりも先にやるんですよ、うん、あのだから M リーグとか見てても一回ラスに入った時にそこから抜けるパターンバリエーションが一番多いと思いますね、うん、これは相当勉強してないとできないし実践で使えないんで、分かっててもこっちはスタイル崩したとか思われちゃうんでなかなか動けないんですよね、うんうん、それをやっぱりやるのがすごいなと思います。相当な努力をされまあ好きなことというか当たり前のことというか、うん、麻雀界盛り上がらないじゃないですか、例えば簡単に言うと連盟さんが一強でも面白くないし、で今考えたらいやあの別の団体になってよかったと思ってるんですよ。連盟さんがさずっと一人勝ちしてても面白くないじゃない、うん、で4団体対抗戦があってさ RTD があってさ M リーグができて最強戦があってさ、それぞれが面白さがあるじゃない、これでよかったんだと思うんだよね今、うん、一緒になってて一緒のままやってるっていう世界戦も見てみたいですけど、瀬戸熊とね、瀬戸熊が会長で僕が副会長っていう将来未来も見てみたいですけど、まあこれ今の時代これはこれで面白いんじゃないかなと思ってますけどね、はい、じゃあ最後今後のことを聞かせてください、ね、最強戦に関してお願いします、じゃあ大石さんもまずは来年、はい、うん、はい、来年ね、まあ、どういう企画であの呼んでいただけるか分類というかメンバーというか分からないですけど、最初の8分の1今までのシステムでいけば、はい、絶対勝ちますよ、はい、その時さすがに解説者瀬戸熊にしてください、はい、今までで一番いい内容で優勝した時よりもいい内容で、はい、優勝したいなと、はい、思います。あとは一回瀬戸熊と一緒に解説してみたいな、はい、どっかで瀬戸熊さん最強位としてこれからファイナルに来て、はいはい、あ、そうですね、あのまずはあのその大分が1年間最強位というタイトルをすごい大きなタイトルにしたという思いがあるんで、まあ、それをしっかり守って、さらに来年、その最強位戦が盛り上がるように貢献しなきゃいけないなと思うことと、そのためにはやっぱ自分が最強位の名に恥じぬ麻雀を打たなきゃいけないなって、ここ何日間か必死と思ってて、まあ、そしてまあ、多分ねあのファイナル登ってくると思うんで、まあ、その時に、一番いい麻雀をお見せできるように、あの僕はそのファンの人を大事にしますけど、それと同じくらいにやっぱ大分からにいい麻雀を打つ姿を見せたいんで、はい、そこを目標に頑張ります。ありがとうございました。